どうもすみません。マーチステークスの予想いきたいと思います。当日の朝なんでなかなか見てくださる人少ないかもしれないんですが、ちょっと時間ないんでパパッといきます。本命は一心同体にします。一心同体っていう馬はもともと重賞に 手が届いておかしくない馬だったんですけれども、ちょっと気象的にムラな部分があったり、あとは不器用なところがあったりとかして、なかなか乗り方が難しい馬だったりするんですよね。その中途半端な位置から外回ったりとかすると、なんか戦意喪失したりだとか、前に行ったら前に行ったで、そのなんか走るのをやめちゃったりする時もあったりだとか、結構乗り方が難しいタイプだったんですよね。前走なんかは横山典弘騎手がうちの方から足を貯めて直線外に出すっていう理想的な競馬をしましたんで、ああいった形になるとやっぱり能力を出し切れるんですよね。とにかくコーナーで気分よく走らせて、それで直線で素足を引き出せるような競馬ができると強いところがあるっていう馬ですね。で、今回田辺騎手が乗りますんで、もう田辺騎手は申し分ない騎手ですんで、まあ位置取りだとか進路取りがうまくいけばチャンスあるかなっていうふうに思います。単勝というよりかは、まあ、基本的には副賞メインの単服っていう形で勝負したいと思います。対抗はバスタータイプ、まあ、対抗というよりかもう基本的には一心同体の単服なんであんまり関係ないんですけれども、まあ、それで人気馬っていうのはなるべく消したいんですが、そのバスタータイプはその本当に充実してきて、前走なんかも一心同体に並ばれたらグイッと伸びるような本当強い馬だなっていうところがあります。ただバスタータイプの欠点はその不器用っていうところがあって、これがまただんだんと相手が揃ってきてコーナーで抵抗されたりだとかロスが出てきた場合にあらあらってなる可能性はありますんで、その辺は頭に置いておいた方がいいかなっていうふうに思いますね。で、そのある程度ロスがあったり他の馬に抵抗されたりだとか、そういったようなことがあった時に手の合う機種、終える機種とかを乗ってたら乗り越えられる可能性の方が高いんですけれども、その機種によっては信頼できないところがありますんで、そのもちろんスムーズにうまく気分よく走って直線素足を繰り出せるような乗り方ができればいいんですけれども、そういったふうにできなかった時に不安材料はありますよっていうふうには言っておきたいですね。内田機種とそこまで手が合うとは思わないんですよね、僕は。もちろん勝ってますんでいいとは思うんですけども、もちろんそのあんまり負担のかからない、あんまりその難しくない展開でしたら手の合わないっていうのは関係ないんですけれども、難しい競馬になった時にはやっぱり手の合わないっていうのは響いてきますんでっていうところですね。続きまして、クリノスターオも人気ですけれども、このまま本当に気分よくいければ勝負強い馬なんですよね。ただそのこの馬もやっぱりコーナーでの不器用さが結構あるんですよね。ちょっとずぶかったりもしますし、不器用だったりもします。こういったところを三浦騎手がカバーできるかどうかでしょうね。本当言えばその手の合う終えるような機種とか乗った方がいいとは思うんですけれども、まあ、機種と三浦機種そんなに変わりはないので、なので、本当にこの馬が気分よく競馬をできるようになれば、そういった風になれば勝負強いところがありますよという感じです。あとその足抜きのいい馬場の方がいいので、ちょっとでも雨が降った方が走りやすいかなっていうところはありますね。まあ、両馬場でも走るんですかっていうところはあるんですが、すいませんちょっと時間ないんで、あとは連下になってくる東証フリークとか出来が良くなってきて、旧裁判なんですけれども、なんか迫力出てきましたね。前は行ったら行ったで足りず、刺したら刺したでピリッとした足もないし、コーナーであらあらっていう感じになるところがあったんですけれども、前目の方でうまく展開の利があれば可能性あるかなっていうふうに思います。連したぐらいなら。モズライジンもそのスピードとパワーはあるんですけれども、ピリッとした足がないのと、
あとその使える足に限界があるのでゴール前で止まったりすることはあるんですよね。なんですけれども、その相手なりに走りますんで、なのでここでもそのうまく仕掛けのタイミングがはまれば能力的には足りる馬かなっていうふうに思います。連下にはっていう感じですね。キープインタッチはちょっと厳しいかなっていうふうに思います。薄い馬なんでちょっと相手が強いとっていうところがあります。サンマルデュークは中山ですごいハマるんですけれども、最近ちょっとそこまで強いっていう馬ではないので、まあ、もちろんハマればまたあるんでしょうけれども、ちょっとここが入ると他の馬たちが走った場合には差し込んできて1着2着っていうのは厳しいかなっていうところはあります。早めにまくったらどうなのかなっていう、早めにまくるほどパワーがあるのかどうかはちょっと見てみないとわからないですし、海老名騎手に変わることがそんなにプラスとも思えないですしっていう感じですね。まあちょっとメンバー強いので人気しすぎかなっていうところはありますね。他の馬たちが走らなければっていう程度でいいかなっていうふうに思います。どこ吹く風、どこ吹く風はもう本当相手なりに走るかもしれないんですけども、じりじりとしか足が使えないですし、まくりとかそういったようなタイミングがはまればっていう感じだと思いますね。ちょっとその石川騎手いいんですけれども、東京で勝ってたりはしてたんですけれども、その重賞レース、そして中山コース、こういったところになるとその仕掛けのタイミングとか簡単ではなくなってきますんで、なのでちょっとどこ吹くかでずるかったりだとかしますんで、あんまり信頼は置けないかなっていうふうに思います。結構人気してますけれど、2番人気とかちょっと人気しすぎかなっていうふうに思います。能力的には足りるんですけども、もちろん勝ち負けしてもおかしくないんですけれども、ただ気象的に難しかったりだとかずぶかったりだとか、仕掛けとか乗り方は簡単ではないよってところで、石川騎手がもう本当重賞で勝負強いいい乗り方ができればっていう程度で考えてます。マイネルクロップはもともと切れる足がないので他の馬たちが止まるような展開になればっていう程度でいいかなっていうふうに思います。ヒラボックプリンスなんか出来が戻ってきた感じですんで、中山コース内枠引きましたんで足ためてはまれば、ヒラボックプリンスは人気ないんで連下もしくは単幅昇格だけでも抑え、ちょっとだけでも抑えてもいいかなというふうに思います。キングヒーローはちょっと厳しいかなっていうふうに思いますね、ここのメンバー。ただ中山コースって意外とはまることありますんで、なので展開がはまれば、でもできその追い切りの雰囲気とか見たらそこそこいいんですよね。なんで やっぱりキングヒーローは抑え程度にはっていうふうにしときます。湘南アポロンはちょっと使える足が短いというのか、うまく立ち回らないとゴール前で止まる可能性の高いタイプなんですよね。なのでその縦長だとか、あとはそのうまい具合に前に壁を作って道中ごまかすことができれば、展開の助けがあれば可能性はあるかなっていう程度で、基本的にバスタータイプとかあの辺が動きたいタイプなんで、なので後続に来られる可能性が高いということで、あんまり買いたくないなっていうまで一応消しときます。キクノソルはちょっといい頃と比べると出来がっていう感じ。ソロルはこの馬も好不調の波が激しくて、今は比較的仕上がりはいいので可能性あるかなっていうふうに、吉田隼人騎手調子いいですし、重賞の方で、なので可能性はあるとは思うんですけれども、ただソロルっていうのはあんまりパワーがあるタイプではないので、そのある程度ごまかさないとうまく立ち回らないとっていうところはありますね、これぐらいのメンバーになると。しかもハンデが重いので簡単ではないかなっていうふうに思いますね。マイネルバウンスもちょっとここのメンバーだとっていうところがあるので、他の馬たちが走らなければっていう感じですね。島根県住みます芸人というのをやっております。 ABCDU 加減東野滑ろうと申します。毎週競馬の予想と時間があればレース後の分析まがいのこともやってたりします。どうもすみません。